おいしい。いやおいしい。これはなんかやっぱ和な感じするね、うん、めちゃくちゃうまいな、うん、こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はネギのスパゲッティ貧乏人風でございます。お、どういうこと？どっかで聞いたことあるでしょ。玉ねぎはやったよね。玉ねぎやりましたね。ポーベロね。うん、うん、ポーベロ。あ、要はネギでトロトロにしてパスタを絡めて食べるみたいなパスタってことだ。正解、まさにです。なるほど。もうネギだけ使う材料、そしてスパゲッティ。なるほど。であえて食べる。だからもうあれイタリアにないってことだ。イタリアはないですね。ネギない。まあコロネギっていうかね、両性そうリーキあるけど、これでパスタってないんじゃないかな。なるほど。だからもう青池さん考案の、そうです、貧乏人風ですね。はい、まあまあいいね、買っちゃってきた。食材は群馬県の下仁田ネギですね。太いね、美味しいんだよね。これ鍋とかに入れるとさ。私もしかして食べたことないかもしれない。嘘。食べたことあるかもしれないけど、調理をしたことがない。あ、本当。うん、そっかそっか。で、まあ、多分食べてんじゃないかなと思うけど、うん、めちゃくちゃ甘いです、下仁田ネギね。甘いのが特徴で、やっぱりじっくり煮込むのが適してます。なので、はい、今日は煮込んでいきますね。ソースとして、ネギを煮込んでいくパスタになりますね。はい、はい、その他はニンニク、唐辛子、バター、アンチョビ、オリーブオイルです。はい、じゃあお願いします。はい。じゃあ行きましょう。もうネギとニンニク切るだけです。じゃあちょっと下だけ落として。島根ネギは普通にスーパーに売ってますか？スーパーね、何軒か回れば売ってる可能性もありますね。だけどどうかな。なければ普通、本当に普通の長ネギでも全然美味しいです。今日はね、一人前で1本使うからね。本当に気が狂ってる。気は狂ってないけどね、たっぷりで食べたいじゃないですか。今日いいのはたくさん作ってパスタに使う分だけ作るっていうのもありで、ネギはネギでそのまま食べてもめちゃくちゃうまいからね。要はネギのオイル漬けみたいなものができるイメージだから。はい、そんな中お花が届きました。すごい今日のは可愛いお花です。何ですかこれは？キルタンサス。キルタンサス、初めて聞きましたね。冬の花ですかキルタンサス？春の草花です。春なんですか？はい。ああ、新春でね、いいじゃないですか。キルタンサスね。屈出した魅力、はにかみやロマンティックなど、花言葉ってもう何でもありだよね。ね、どっから来てんのかわかんないね。由来がわかんないね。はい。続いてニンニク潰します。オッケー、立派なねニンニクです。はい、よろしいですね。はい、じゃあ準備完了でございます。それではネギを蒸しにしていきたいと思いますね。はい、ネギの甘さをね引き出していきましょう。オリーブオイルを敷いてニンニクをまずソテーします。はい、火にかけましょう。弱火です。はい、じゃあニンニクね、はい、ふつふついってまいりましたんで、このタイミングでネギ入れちゃいます。はい、ネギをソテーしますね。たっぷり。 OK で、少しねネギに焼き色をつけてから蒸していきましょうね。なるほど。はい、すごいね。すげえ大変だな。おととしの九条ネギの日じゃない。うん、九条ネギ可愛くなってたでしょ。はい、ネギを食べるパスタだね、もはやね。さあ、いいでしょう。はい、今弱火でね少し焼き目つきました。蒸しにしてっても焼き目はつくので、では他の材料入れます。アンチョビもこのまま入れちゃいます。何切れぐらい？これ8切れですね。はい、唐辛子もねちょっと入れます。少しだけお塩しましょう。ネギからね水分出すためにお塩します。はい、じゃあもうすごく弱火にして蓋をして15分から20分。もうネギから水分出ますんで蒸しにね。途中ねやっぱ焦げるの怖いので何度か見返して返してあげてください。ドーン。おお、すごいね、トロトロ。すごい。でちょっと焼いた感じがさ、いいでしょ。食べてみたい。これ食べますか？もうこのまま食べてもめちゃくちゃ美味しいよ。はい、じゃあどうぞ一口味見してみてください。いただきます。はい、どうぞ食べてください。これは美味しいね。すごい、ご飯が食べたい。美味しいっしょ。うん。甘い。美味しい。具材は完成したので、うん、じゃあパスタ茹でましょうか。はい。はい。塩分濃度 1% でね、少し早めに揚げましょう。ではパスタ茹だりましたので、ここにパスタを加えていきましょう。で、茹で汁もね頭1杯ぐらい入れてください。パスタに今アルデンテの状態まで仕上げていきましょうね。いや美味しそう。ちょっと一口味見。うん、もう塩いらないね。いらないです。もうネギとアンチョビの塩気があるんで、もういい感じでアルデンテになりました。では最後仕上げです。もう火止めましょう。ここでバターを入れます。ここでちょっとね濃厚さを出しますよ。溶けさせて全体にコーティングさせましょう。はい、バターも溶けて全体に絡まりました。完成です。はい、おいしそう。はい、さあ最後胡椒、ブラックペッパーねひいて、はい、完成です。はーい、食べましょう。じゃあいただきます。はい、食べましょう。うん、美味しい。いや美味しい。これはなんかやっぱ和な感じするね。うん、美味しい。めちゃくちゃうまいな。うん、そして日本酒をいただきます。うん、いやー抜群のマリアージュですよこれ。これはなんかワインじゃないな。辛口のすっきりした日本酒が合うね。合うね。うん、あれよりも美味しいな。やっぱ結果ネギ好きってことかな。玉ねぎよりも。玉ねぎほどの甘さがない。いや、貧乏人のパスタ日本バージョンでいいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。また、東銀座にありますラ・ボッテガヤは感染防止対策徹底して営業しております。よろしければお店にもお越しください。